次の報告はガンマお願いね。三つ星商会の実績はどうかしら。はい、現時点で今月の売上目標値はすでに達成しました。現在の余力は新規事業拡大に充てており、新店舗の出店候補地の見積もりを進めております。こちらはまた進捗があり次第ご連絡いたします。さすがガンマ、順調ね。次はベータ、新聞会からの新しい情報はある？はい、作家活動の一環として貴族のサラオへ参加し、上流階級の直接調査を進めることに成功しました。そこで以前から調査していた有権者の資金源についての情報を入手しております。教団との関連性を疑っていたところね。続けて。はい、調べによると最近一部の下級貴族の資産が突然に増えて、政治的に発言力を持つようになった人物がいるそうです。調べているうちに出会った辺境博からの情報によれば、最近頭角を現した有権者のほとんどの資金源はとあるカジノで客として一儲けしたものとのこと。そこは一見普通のカジノですが、貴族の中でも王家に近いものでなければ審査が通りにくいハイクラスな場所です。一般人では入ることすらままなりません。情報統制も厳密で隙がなく、我々の調査も難航しておりました。一応王族同伴という形式であれば入場に多少の融通が効くそうですが、我々には難しい手段です。情報が秘匿され、王家に近い者が中心に集まる特別な場、教団の手がかりがある可能性が極めて高いわね。はい、外部からこれだけの情報しか得られない以上、内部から調査する以外の方法はないと考えています。それでこの話をするということは、内部に入り込める算段が見つかったのかしら。はい、詳細はこちらに。調べによると従業員に一時的な欠員が出たらしく、そのヘルプスタッフの募集を開始しているようです。募集要項にはカジノでの業務経験は問われず、一定水準の接客スキルがあれば問題がないと記載されており、私の力があれば必ず採用されるかと。なるほど、確かにこれ以上ない潜入方法ね。でも採用される確証は？その件については私から補足いたします。ベータから私に夏目という身分を隠しての調査がしたいとの相談がありましたので、偽装書類を用意しました。三つ星のベテランスタッフとしての経歴を与え、ベータには事前に十分な接客スキルを教え込んでおります。そこに作家として培った人柄が加われば確定的かと。なるほど、そこまでの後ろ盾があるなら完璧ね。わかったわ。他に何か言っておくことはある？まあ、そういえばそのスタッフ募集というのがですね、実はバニーガールなんです。当日はこんな感じに。どうでしょうか？なるほどね、いつもより少し過激だけど似合ってると思うわよ。ええ、問題ないかと。よかった、どうせならと思って可愛く仕上げたのですが、変だったらどうしようかと。ちょっとこびすぎじゃありませんか？特に胸のあたりが相当主張しているような気がします。わあ、びっくりさせないでよ。私だって表に立つ時の露出は当然控えていますし、もっと好みと露出と脅威を抑えるべきじゃないでしょうか。だいたい天然はすぐそうやって自分の武器をひけらかして、そういうところが敵を作るんです。敵を天然は何でも似合うからって、私だってなんで悔しそうなのかは分かりませんが、これはバニースーツというカジノの正装なんです。どうだか自分好みに仕上げてるって言ってたし、そうやってあわよくば主様の気を。戻ったよ。騒がしいけど何かあったの？お帰りなさい、ゼータ。
今ちょうど私の次の任務の話をしていたの。ああ、それはお邪魔しちゃったね。って、そっちの子はベータか。なんでバニースーツ？もしかして獣人に憧れでもできた？もう帰ってきて早々からかわないでください。今大事な話をしているんですから。あれ、ゼータはバニースーツのこと知ってるの？うん、そうだね。カジノの清掃だよ。ちょっと高そうな酒場でも見かけたことがあるね。ほら、イプシロン、これで信じてもらえますよね。さっき来たゼータが言うなら本当みたいね。いいわ、信じましょう。じゃあ別の質問、バニーガールは具体的にどんな仕事をするのかしら？潜入するにも仕事内容くらいは分かっているべきかと思います。ですよね、アルファ様？ええ、そうね。それは…その反応、まさかまだ知らないわけじゃないわよね。募集要項にあったのは接客スキルの他に健康状態が良好、容姿端麗、トラブルの時の対応力と判断力、そして重要人物が集まりやすい場ということを踏まえると、つまり求められるスキルはかなり高い。ここから想像するに、バニーガールの仕事は。ちょっと、さっきから何をブツブツ。スペシャルなエージェントです。え？一見すると銀髪で青めで泣きぼくろが可愛くて接客上手なただのバニーガール。しかしその正体は、お客様を守るために雇われたスペシャルなエージェント。上流階級の集まる場に潜み、密かに要人警護をするの。これが募集には正直に書けないバニーガールの真の仕事。どう？どう？じゃないでしょ！その設定絶対今考えたんでしょ！バレバレよ！わからないならそう言えばいいじゃないの。まあまあ、二人とも落ち着いて。確かにベータの言ってた仕事内容はいい線いってるよ。ウサギの獣人は獣人の中でも綺麗で割とずる賢い。獣人のウサギが起源なのであれば、それもあり得る話だ。なるほど、ウサギ獣人を真似た衣装という説ね。でもウサギには悪い癖があるとも言われていて、優れていることに慢心してよく怠けちゃうらしい。カメとレースしたら負けたこともあるって話だよ。怠ける？いいえ、私は怠けたりしません。まあ、これから調べていくと思うから大丈夫だと思うけど、気を抜かないようにね。ああ、ゼータの話わかるわ。天然であることに慢心して調子に乗ってるところはある。その間に努力家は着々と成果を積み重ねていく。そう、最後には私が勝つ。それは何の話なのよ。盛り上がっているところ悪いけど、まだ会議中よ。業務内容については私からご説明します。ガンマは業務内容を知ってるの？ええ、服飾事業部でスーツ制作の依頼があった時に少しね。バニーガールは言い換えればウェイトレスのようなものよ。飲み物を運んだり会話したり、様々な仕事内容があるけれど、究極的にはお迎えしたお客様が快適に過ごせるように立ち回る、それがバニーガールの仕事。言葉で言うのは簡単だけど、お客様の格は接客業の中でもトップクラスよ。実際にはかなりのホスピタリティが要求されるから慎重にね。ふん、そんな気の利いたことベータにできるのかしら。失礼な。私なら当然できます。アルファ様、今回の任務私に任せていただけますよね？そうね、元からそうするつもりだったし、今さら変更する気もなかったわ。でも慢心はしないこと。接客スキルはガンマお墨付きだけど、カジノでのマナー、ゲームのルール、
何が起こるかわからない以上、準備すべきことは多いはず。ベータのことだから心配いらないだろうけど、準備は抜かりのないようにお願いするわ。はい、もちろんです。今回はベータにお任せを。